ナッピーです。こんにちは、こんばんは。リスナーの皆様、 YouTuber の皆様、お元気ですか？ナッピーも元気ですよって言った感じでやっていきますね。はい、今日もフラピー島パトに行ってまいりました。今回は星玲奈さんの綺麗見え高見えする新商品を購入してまいりました。はい、こちらですね、先染めジャガードプルオーバーでございます。商品情報はこちらでね、サイズ展開は店舗では M から 4L まで、オンラインでは 3L、4L となっております。嬉しいことに M から4L まで金額が同じなんでございます。1639円なんです。ふなぴはそこがめちゃくちゃ嬉しゅうございます。カラーバリエーションはこちらの他にホワイトとブラックがございました。ふなぴはこちらのオフホワイトとホワイトのカラーを選びました。ホワイトでお顔写りもよく、これからの季節を考えるとちょっとね、白っぽい方がいいかな、明るめでいいかなと思ってこちらを選びました。なんといっても一番先に目につくのはこのネックラインのパールモチーフがポイントでございます。生地は遠くで見るとホワイトに見えますが、先染めジャガード織りでホワイトとオフホワイトの配色となっております。肩の落ちたドロップショルダーにアームホールが広めなふわっとした長袖に、袖口は共布のリブとなっております。そして両サイドがね、こんな感じで、はい、スリットが入っているのも嬉しいございますね。ではコーデをする前にふなぴーインスタもやっておりますので、よかったら見てくださいませ。そして余談ではございますが、こちらのワンピース、去年購入した星玲奈さんのワンピースでございますよ。ではこちら、先染めジャガードプルオーバーのこちらのアイテムでコーディネートしてみたいと思います。ボトムスはひなさんのリボン付きパンツでモノマネコーデをしてみました。いやー、この体型も結構きついですね。毎回やりますが体型が全然違う。とっとっと、はい、ちょっとインをしているのでアウトにしてみますね。はい、アウトにしたらこんな感じ。ふなぴーが一番気に入ったのはやっぱりね、こちら前身ごろのこのパールモチーフが肌見せしながらパールがついていて高見えします。人とかぶりづらいデザインでエレガントでございましょう。これならアクセサリーいらずでございますわね。先染めの配色が温かみのあるカラーで、ポリエステル 94%、 ポリウレタン 6% で、ジャガード織りの立体感ある柄がまたまた高見えします。その立体感ある柄と張り感と程よい厚みがあるので、ふなぴーの気になるラインをしっかりねカバーしてくれております。脇なんかもね、全然わからないですよね。ちなみに後ろはどうでしょう、ちょっとわかりますか？ふなぴー的にはセーフだと思うんですけど、いかがでしょう。そしてもちろんストレッチ性もあり、ピタッとしすぎず安心な着心地でございます。肩はドロップショルダーで
肩周りはすごく動きやすいし、袖口はリブになっているので腕まくりをして、こんな感じでね、たゆませても様になりますわね。164センチのフナピーが着用して、丈はウエストラインが隠れるほどの丈となっております。ちょっとね、ヒップはフナピーのお尻は大きいので隠しきれておりません。半分出ちゃってますね。フナピー的にはちょっと短いかなっていった丈ではございますが、両サイドにスリットが入っているので窮屈感なく着用できます。では次行ってみましょう。靴はトップスの色と合わせオフホワイトにして、ボトムスは淡色グリーンで優しいナチュラルカラーでカジュアルなスプリングコーデにしてみました。はい、次行ってみましょう。はい、このコーデ全身星玲奈さんのアイテムで着用してみました。とことんきれいめなお出かけコーデでございます。ただトップスが厚みがあるので、薄い生地のスカートだとやはりスカートに響いてしまいますね。一番よくわかるのはやっぱり腰のラインですね。こういったところはやっぱりポコってなっちゃいます。まあ今の季節だったらコートを着れば大丈夫ですけど、コートを脱いちゃうとこんな感じになっちゃいますね。ちょっと気になるフナピーでした。はい、次行ってみましょう。引き締め効果のあるアイラインのブラックのスカートに、気になるフナピーのラインを隠すブラックのジレで色のメリハリをつけつつ、ネックラインのパールのパーツがよりいいアクセントになりますね。ちょっとおしゃれに見えるんじゃないですか。ちょっとここアップしてくださいよ。はい、これでフナピーのシマパパアンドコーディネート終わりにしたいと思います。皆さんの何かの参考になれば嬉しゅうございます。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ、また見てね。パールが効いてる、イエイ。